他にはありますか。それこそ水森さんが歌ってらっしゃる熊野古道、うん、熊野三座、これはそうな名曲なんですね。はい、あんまり大阪の話出てこないんだけども、大阪の名曲は結構あるんですか。そうですね。さ、誰がお座りしてるのかな、誰がお座りしてるのかな、誰がお座りしてるの、誰、ね、食べて、桃とくるみお座りしてた、桃ちゃんお座りしてる、桃ちゃんお座りしてるね、あ、はい、くるみもお座り、お座りだね。さあ、ぽんちゃんはお座りは、ぽーちゃんはお座りは、ひめちゃんお座りは、はい、桃ちゃん、はい、おりこちゃん、それ桃ちゃんのんだよ。さあ、と誰がお座りしてる、まあ、こうちゃんお座りしてる、あら、あと誰かな、こうちゃんどうしたのお座りは、こうちゃんお座りどうしたのかな、お座りは、ひめちゃんお座りは、こうちゃんお座りは、あ、いい子だね、大竹ひかるさんが大竹